ヒューストンは、アメリカ海軍の軽巡洋艦。クリーブランド級軽巡洋艦の一隻。艦名は、テキサス州ヒューストンにちなむ。その名を持つ艦としては三隻目。ヒューストンは当初ビックスバーグの艦名で、バージニア州、ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港し、1943年6月19日に、CB ハミル夫人によって、命名。 浸水した。1942年3月1日のバタビア沖海戦で戦没した従順洋艦ヒューストンに敬意を表して、ビックスバーグは1942年10月12日にヒューストンと改名された。1943年12月20日、艦長ウィリアム・ W ・ベーレンス大佐の指揮下収益した。収益の際、乗組員はえ、 レナの生き残りを中心としたベテランで構成されていた。ヒューストンは1944年2月1日にノーフォークを出港しカリブ海へ成長に向かう。その後、ボストン沖での訓練後、4月16日に太平洋へ向けて出港した。パナマ運河及びサンディエゴを経由し、5月6日に真珠湾に到着したヒューストンは、 さらなる訓練の後、5月31日に、マジュロ干渉に到着し、マーク・ミッチャー中将率いる第58任務部隊に合流した。ヒューストンは、任務部隊と共に、マリアナ諸島への攻撃を行うこととなり、大規模な上陸作戦の援護や太平洋の島々に、対する重要な作戦に参加した。ヒューストンは6月5日に、マジュロを出撃し、 第58任務部隊の護衛として6月12日、13日のマリアナ諸島攻撃、15日、16日の小笠原諸島攻撃の援護を行った。6月15日、リッチモンド系ターナー中将率いる上陸部隊がサイパン島に上陸。サイパン防衛のために日本軍はアゴー作戦を発動し、小沢寺三郎中将率いる。 機動部隊がマリアナ沖目指して進撃していた。日本の機動部隊からは小沢騎士のアウトレンジ戦法による4波の攻撃隊が第58任務部隊を襲ったがヒューストンを含む任務部隊の全艦艇はレーダーと近接進艦を駆使して日本機を次々と撃墜し7面鳥狩りを行った。これを処位マリアナの7面取りちという。 七面鳥を追い払った後、任務部隊は、翌20日に攻撃隊を繰り出して、空母費用を撃沈。前日に潜水艦アルバコアとカバラの目覚ましい、働きによって、空母大砲、昇格がそれぞれ撃沈されており、海戦は、アメリカ側の勝利に終わった。ヒューストンは6月26日からは、グアム、ロタ島への艦砲射撃を行い、レーダー基地。 滑走路及び航空機約10機を破壊した。ヒューストンは8月12日にエニュエトク艦渉に帰投し、次期作戦に備えた。8月26日、第5艦隊は、司令部のみが入れ替わって、第3艦隊と変わり、ウィリアム・ハルゼー大将が指揮を取ることとなった。指揮下の任務部隊も、第38任務部隊に編成替えとなり、ヒューストンは、 ジェラルド F ボーガン中将率いる第38.2任務軍に入った。8月30日、ヒューストンはパラオ攻撃のたメ駆逐艦軍を従えて出撃。9月6日、ヒューストンはペリリュー島に対し来る上陸作戦に備えて艦砲射撃を行った。空母部隊はフィリピン近海に進み空襲を行い、9月17日から19日までは、 ペリリューの戦いの支援を行った。10月1日、ヒューストンは任務部隊の他の官邸と共に占領したばかりのうるしい干渉に帰島し、短期間で整備日の後10月6日に沖縄島に向けて出撃した。10月10日に沖縄に対する空襲を行った後、2日後には台湾各地を空襲した。一連の空襲により、第38任務部隊は、 台湾にある航空基地を片っ端から潰していき、これに対して日本の第一航空艦隊と第二航空艦隊は攻撃隊を何度も出撃させた。10月12日、ヒューストンは日本の航空攻撃に対して対空砲火を打ち4機を撃墜。翌13日も航空攻撃を跳ね返し続けた。しかしこの日、両艦キャンベラに 航空魚雷一本が命中し、キャンベラは炎上して、航行不能に陥った。10月14日、ヒューストンは3度の攻撃を受け、夕刻18時45分頃の攻撃で、航空魚雷一本が、ヒューストンの原機関室区画付近に命中した。航行不能に陥ったヒューストンは、早くも、総員体感が例されたが、すぐさまこれは取り消され。 ベーレンズ艦長はヒューストンの栄光を要請し、ボストンがこれに応えた。キャンベラの栄光はウィチタに委ねられた。ヒューストンとキャンベラの件で大騒ぎしている頃、ハルゼーは妙案を思いついた。傍受した日本側のラジオからは大勝利を連呼する放送が流れ、日本側がアメリカ艦隊全滅と信じきっていると感じた。ハルゼーは 日本に対して罠を仕掛けることとした。ヒューストンとキャンベラを中心に、おとり部隊である第30.3任務軍を臨時編成し、これを廃山アメリカ艦隊に仕立て上げ、その廃山艦隊から適度に離れた場所に2つの任務軍を置き、罠に引っかかってお出ましになった日本のあらゆる部隊を一網打尽にしようと企てたのである。 10月16日に2度目の魚雷命中を受けた後のヒューストンの完備真夜中までにはヒューストンとキャンベラの栄光準備は整い、両艦は廃山アメリカ艦隊の中枢としてウルシーに向けて最高6ノットの速力で栄光され始めた。ヒューストンはボストン及び艦隊タグボートパウニーに栄光されていた。10月16日午後、台湾からの攻撃隊が 廃山艦隊を空襲し、そのうちの一機がヒューストンの艦尾に魚雷を命中させた。ヒューストンは観測機用の格納庫に浸水し被害が大きくなった。ベーレンズ艦長は必要な乗組員以外は他の艦船に避難させ、ヒューストンには幹部と被害対策班だけが残って懸命にヒューストンを活かすよう努力し続けた。日本側は春勢の読み通り、 廃山艦隊を本物の廃山艦隊と信じて攻撃を加えたが予想された水上部隊、島清秀中将率いる第五艦隊はついに出現しなかった。偵察機を発見し大勝利が幻であることを察知し期待したからである。島中将の艦隊は奄美大島に向かい、その代わりとして攻撃隊が廃山艦隊を襲った。春勢の暴略は 最終的には成功しなかった。ヒューストンとキャンベラの廃山艦隊は、やがて日本機の勢力圏内を脱し、10月27日にウルシーに帰島応急修理の後、マヌス島に開港され12月20日に到着し、同地のウキドックで修理を行った。さらに本格的な修理を行うことが決まったが、西海岸にある施設は、 他の損傷を受けた感染の修理で手一杯であり手が回らないということで真珠湾を経てブルックリン海軍交渉に開港され1945年3月24日に到着した入居中に戦争が終結しヒューストンは二度と戦線に復帰することはなかったヒューストンは広範囲に及ぶ修理の後 1945年10月11日にニューヨーク湾から出港した。カリブ海での回復訓練後、ロードアイランド州、ニューポートを拠点として訓練演習を行う。1946年4月16日にヨーロッパ及びアフリカへの親善訪問に向けて出港、スカンジナビア、ポルトガル、イタリア、エジプトの各都市を訪問した。 ヒューストンは1946年12月14日に帰国し、その後訓練及び即応演習に参加。1947年5月17日に第12巡洋艦隊と共に出港し地中海の巡航に向かう。1947年8月16日にフィラデルフィアに帰還し、12月15日に予備役となり、10年以上保管される。 ヒューストンは1959年3月1日に除籍され、スクラップとして処分された。ヒューストンは第二次世界大戦の先行で3個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。